テントウムシはなぜ高いところに登ろうとするの？みんなこんにちは、はてなくんだよ。みんなテントウムシを観察したことあるかな？テントウムシって高いところに登ってから飛び立つ癖があるんだ。今日はテントウムシくんにお話聞いてみるね。やあ、僕はテントウムシ。みんな僕を観察したことあるかな？そう、僕は高いところへ登っていってそこから飛び立つんだ。僕がなぜ高いところへ登るかってなんでだろうね。ただそれが僕らテントウムシの昔からの癖なんだ。僕は高い方へ登っていき、そこで飛び立つ。僕が太陽を目指して飛ぶ姿から、あ、太陽のことを昔はテントウって言ったんだけどね。それでテントウムシって名付けられたんだって。日本だけでなく外国でも昔の人は僕を神様のお使いとか幸運をもたらす虫って考えていたんだって。今日のまとめ。テントウムシはお天道様に向かって飛ぶからテントウムシって名付けられたよ。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。じゃあねー、バイバーイ。